いやー、プーさん、いいケツしてんね。というわけで、フルコンでございます。朝起き抜けでこの実況を撮ってるんで、ちょっと声が変かもしれんが、それはともかく。これね、2020年12月で終了となるゲームですってなってるんですけど、この一世を風靡した熊野プーさんのホームランダービー、および、まあ、2020年の12月にフラッシュというね、ブラウザでなんかこういろんなね、もう動かす技術、ざっくり言うと、が提供終了になるんですよ、アドビさんから。それにより、まあ、更新が行われないゲームは、2020年12月、あと1年ですね、ちょうど、できなくなってしまうので、今日はこういうね、フラッシュゲームの、一世を風靡したフラッシュゲームをいくつか遊んでいこうかなと思います。それでは、プーさんのホームランダービーやっていきましょう。よいしょ。これね、まあ、結構前に俺ももちろんやったことがあるんですけれども、この緑の、あー、やっぱり難しいな、これ結構ね、これ意外と難しいんですよ。この緑のスイートスポット、スーパースイートスポット SSS に球を当てなきゃいけないんですけれども、今のはスイートスポットをずれてたから飛距離が出なかったんですよね。でこれ今のやつは完全にスイートスポットに当たってたから結構光が出て飛距離が出て、あー、ギリギリいけたね。今のは結構振りが早かったから引っ張り気味で左に飛びましたけど、ちょっとでもね、タイム、うわー、ちょっと待って、ててずれたずれたずれた、ホイールをしてもうた。待て、はい、オッケー。あー、でも結構勘は忘れてないね。これね、意外と難しいんですよ。やってみてください。あのね、これスイスイホームラン打ってるけど、ちょっとスイートスポット SSS をスーパースイートスポットをずれると飛距離出ないし、ちょっとでも振りが速すぎると簡単にファールになるし、なんで、あー、これ出ないね。そう、意外と難しいんですけど、まあ一応目標の3本に対してホームラン6本出たので、うん、まあそこそこ釜残ってそうなんで、次行ってみましょう。よし、ランピー。熊野プーさんのキャラクターってあんま覚えてなくない？あ、そんなこと言ったらプーさんファンに怒られるか。なんかあんま印象なくてさ。でね、まあ、この2人目のキャラクターからすでに確かこれ緩急つけてくるんじゃないかな。結構球速いっすね。球速いけど、これ、ね、ゆっくりめの球もね、打ってくると思うねんな。ちょっと見えてるよ。あ、ほら、今ちょっとゆっくり出てたでしょ。で、若干緩急つけてくるんやけど、まあ、後半になればなるほどむちゃくちゃ緩急つけてくるし、なんなら途中で球の速度が下がったり変化球してきたりとか、そんな感じになっていくんですよ。 OK、 なんか 140m 級のホームランがなかなか出ないですね。微妙にスーパースイートスポットずれてるんやろな。よし、お、ピグレットじゃん。いいね。ピグレットはさすがに覚えてる、有名キャラクターよね。ちょっと早い思ったより早かった。まだ3ステージやぞ。おい、オッケー。まあそう、こんな感じでね、剛速球投げてくるようになるんですよ。モーションもさ、結構早いしさね。はい、まあまだ見えてる。はいはい、あ、ちょ、はい、よし、ノルマ達成。まだ衰えとらんよ、わしも。おお、いいね、140m 級。運もあるんかもしれん、飛距離は。ていうか、ギリギリやし、危ね。これ、もうちょっと名前なかったんかね。カンガとルーって。そんな球があるか。ナックルボールなんかの、これ。おお意外と見れましたね、でも。ほんま、なんか、今、最初の球受けた瞬間、ちょっと自分の乱視のせいかと思った。まあ、見えてきたけど。はい、オッケー。見えてきた。よし、まあ、なんとかクリア。まあ、すでに、もうええかな感は出てきてるけど、まあ、とりあえず、ノルマ失敗するまではやりましょうか。よし、ラビット。結構あれやな。うわー、何それ、そんなんやったっけ途中から伸びるボール。はい、あ、ちょっとずれたずれんのやめてずれんのやめてはい、
いやカンガルーとかさ、カンガとルーとかさ、ラビットとかさ、ピグレットみたいななんかさ、元の動物の名前をもじった可愛らしい名前つけてあげてほしい。他のキャララビットってな。あーやべー、半分でまだノルマの半分達成してないから結構やばい状況ですね。これ心引き締めていかないと普通に負けますよ。スイパースイートスポットに当てにくくて、いやいいね、ピンチになるとペースが上がっていく。逆境魂つけてますわこのプーさん、いいねまあこういう特大ホームランもさやっぱ気持ちいいんやけどさ、ギリギリでスタンドに入るホームランも美学があるよな。結構特大ホームランばかり出しちゃってるけど、今日出したやな。あオールあでもノルマがええー、待ってくれ覚えてないし、なんか記憶にないぞこんな球やったこんなんスイートスポット当てんの無理でしょ。ノルマも増えてるし、いやなんか当たってるけどあかんわ、めっちゃ厳しくなってきた、これは無理やわ。っていうかなんかあんまり記憶ないから、昔やった時も多分ねここかこの前ぐらいでねやめてるわ。うんいやーもう無理だよ、なんか思ったより頑張ったけどまあでもちょっと無理でしたね。今日はちょっといろんなゲームやっていきたいんで、今日はこれぐらいにしといてやろうね。はい、で次のゲームいきましょう。これよ QWOP、 一世を風靡したバカゲーですね。2008年から2015年ってことは、2015年まで一応アップデートは行われてたってことなんだね知らない人もいるかもしれないんですけど、なんかねよしよしこんな感じでちょっとなんか体力全然覚えてないわそうか、QW の方が太ももで、まあ、これが右太もも、左太ももって感じですね。でこれだけやとどんどん重心が後ろになって、まあ、こんな感じでボロボロになってしまうので、これと、こっちかふくらはぎですね、あの OP でふくらはぎを操作していくと、ね、それでなんとかこう、いやこなんかこんなゲームではない気がするんですけど、ちょっと待って、これもうちょっと立ち上がらへんのか、あーくそでこれうまいこと進め出すと一応音楽も鳴るんすよ、ね、ドゥーンみたいな、ちょっとそういうところを見せたいので、ちょっと勝手を感じ、おおいけ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 、あーちゃーでこう、あ、分かってきた、なんかこんな動きしてたわ、WO で O で、そう WO、 あ、そうこういう感じ、こういう感じ、どういう感じはいあ、で重心が前になった時点で、こういうことよ重心が前になった時点で新しい足を出して、こういうことなんだな、ちょっと分かってきたわ、これで待って、分かってないわ、ふわっはいあ、いいぞふわーパッ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 
動きできてたのにな。くそ、禁断の技に手を出してしまうか。これね、覚えてるんですよ。昔ね、クリアした時はね、確かね、こんな感じでね、この角度、この角度やったかな。違う、あのね、こう左伸ばすじゃん、こうで、あ、これでよかったんちゃうかな。あ、これ正直あの必殺の攻略法としてはこれなんですよ。そう、 W を長押しして左寄せを突き出した状態で、右の膝をピクピクさせることで
ちょっとずつ進んでいく。これがね、ものすごい安定感を保っていて、まずい、頑張れ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 、いけるいける、これちょっとだけ膝を、はいはい、今 W は押しっぱなしで、よし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 、いいぞ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 、これがね安定感を、いける、あーお前ならやれる、ちょっと引き出し、たた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 よよ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 、そしてこのハードルがむしろこうやって助けになる。あー昔もこんな感じやったわ。なんかね、そうこの、まあ、今にも股間を突き刺しそうなハードルの足の部分でありますが、むしろあれがあることによりちょっと安定してるまであるので、うん、これ味方にしていきたい障害を。あーそう、ちなみにあの下にクリックヒアトゥーフォースだ HTML5 バージョンをロードするって書いてあるから、このゲームはその新しい技術のね HTML5 版 HTML5 という技術でも作り直されてるみたいなので、おそらくできなくはならないですね。はい、で Android 版と iOS 版も出てるから、うん、これはあのできなくなる、できなくなるゲームではないんですけれども、うん、まあ一世を風靡したフラッシュゲームということでね、はい、今日はやっております。なんかすまんくなってきたなっていうか、やっぱ、あっぶね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 、お、なんか雰囲気変わってきたな。目の前にあった障害を味方にしていたが、やはり障害は障害、自分にとってのハードルでしかないということに気づき、ちょっとそこを超えようとしている、一歩脱却しようとしている。見てください、この子羊が、生まれたばかりの子馬が立とうとしている姿をね。ちなみに馬は言うて生まれた瞬間にちょっとしたら立てるようになるけど、人間ってしばらく立てないじゃないですか。そう、人間は頭がでかすぎるので早く子供として生まれてきてしまうのでなかなか立てないんですね、うん、そういう風に頭の良さの代償に得たものは幼少期のあの貧弱さ、早く生まれてきてしまって外に出てきてしまって、しかし何もできないという期間が少し長い、それは人間の頭の良さの脳みそのでかさの代償なので、その代償は大人の人たちが頑張って補っていきましょうということで、子連れのお母さんには優しくしていこうな。いやそんないい教訓まで教えてくれる、いいゲームだな。 QWGP は QWOP だった。なんか抜け切り、ああ抜け切った抜け切った抜け切った、オッケー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 、これでまた最初の状態に戻れる。で9の、あいいぞ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 、ペース上がってきたよ、めっちゃ上がってきたよ、この速さ、これよ、オッケー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 、うわよっしゃ、あもうちょっとジャンプ、そんなんあったっけ、あ最後は走り幅跳びやったんか、覚えてなかった、よし 100m、まあ、最後はあのバーって走ってきてビョーンって飛ぶのが一番かっこいいんでしょうけど、まあとりあえずねナショナルヒーローになれましたし 100m 完走したので OK でしょう。というわけで次行くぜ。寿司だ。タイピングゲームって一時期むちゃくちゃ流行ったのよね。僕は北斗の拳のやつと、あとときめきメモリアルのやつ、ときめきメモリアルのやつで、めっちゃやってたけど、うん。どうしようかな。まあ普通でいっか。とりあえず、おすすめコースぐらいで、いや、高級コース行こうぜ。ね。じゃ行くぞ。タイピングって僕そんなに速い方ではないので、結構相対性理、あ、やばい。ちょっと待って。着信番号。あ、オッケー、いけるね。うん。あ、やーか。あーじゃなかった。お中元の季節。オッケー。エビフライ定食。がーやったな、これ。あ、まあまあ間違えてるな。うん。これね、正確さがね、ダメなんですよね。
なので西の境治まりを一応間に合ってはいけるけど、あー無理やった、いけるね、はい。いやなんか横棒が入ると難しい。あ、お、買ったフレミングの法則に油を注ぐ。そうか、これ正確さがないとあのボーナスポイントみたいなのもらえないやな。はい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 、あー負けちゃったわ。おー、いいねいいね、ちょっとだけ得できたから。ミスタイプ40は多いよなこれな。ランキング登録してみようか。どんなもんなんやろ、まあ、全然あかんと思うけど。うわっひっくいやー、ちょっと1位見てみよう、ね、19,000円。タイプ回数、平均タイプ回数、あ、ミスタイプやっぱ1位の人でもミスタイプはするんやな。うん、あ、前よりは結構いけたね。ミスタイプも16回で済んだし、これで、ああ、まあまあ半分より上来たからとりあえずいいでしょう。っていうか実況できへん次行こう。7日クラッシュ、これね、あのクロスチャンネルっていう、もともとエロゲーらしいんですけど、元は、元ネタは。だけどこのゲームがむちゃくちゃ流行ったので、僕もね、あの元ネタは知らないんですけど、このゲームだけはやったことがあるという感じで、まあ、非常に、なんていう か単純なゲームになってまして、45度ぐらいの角度でクリックしてパワー全開で離せば吹っ飛ばせると。でさらに、まあ、この男の子、そのクロスチャンネルの主人公らしいですけど、はい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 、でこんな感じで、ね、なんかね、落ちてきた時にクリックするとエリアルつってもう一回吹っ飛ばすことが、あー失敗した。で、あ、そうそうそう、そう、なんかね、でね、落ちてきたとしてもいろんなものに当たって、あ、終わっちゃったわこういうことじゃないんだよ。もまだいける、アゲイン、行く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 、45度、はい、まあまあまあ45度は完璧やったね。で落ちてきた時にもう一回クリックをすることでエリアルを決めることができるので、はいはい、よっ、いける。まあ、こんな感じで何回かエリアルを決めることはできるんだけど、下の障害物にうまくぶつかればもう一回ジャンプができる。あー、まだまだやね、はいはい、スローダウンしちゃった、ダメだ。そうで、これ運要素があるからすげえ、今のはねブーストかかったからよかったんけど、そう、オッケー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 。で当たる人によっては終わっちゃうんですよね。ちょっとこう、しっかりと誰に当たりそうかっていうのを見極めてエリアルを打っていくみたいな、まあ、そんな感じのゲームになっております。はい、誰に当たると終わるんやったかあんま覚えてないな。うわー、終わっちゃうな。でもここでうまいことブーストをかけてくれる女の子に当たればまだ飛んでいくとすげえ運要素もあるな、正直、はい、正直見れなくない、これ。そう、男に当たるとスローダウンしてまで慣れて、でも吹っ飛ばしてくれる女の子に会えば、しかし最愛の女の子なんかな、よく分からへんけど、あー終わっちゃった。そう、この女の子に会うと抱きしめちゃって終わっちゃうんですよね。はい、あと1回ぐらいやるか。おいよっ、まあ最初は正直にあんまり関係ない。うん、ブーストかけてくれる女の子に出会えるか、それが、オッケー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 、いいぞよ。ちょっとエリア、一発エリアル打っていくか。あー、この角度はあのメガネっ子じゃなかったからいけそうな感じはしたけどね。うい、ダメか、女の子来い、ダメだ。オッケーオッケーオッケー、ありがとう、ブーストありがとう。いやでも、よし、ブーストかかってきた。ここでちょっとエリアルでもう一回スピード上げるか、いけ、よし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 、あとはちょっと運やぞ、いいぞ、いけ、よしよし、いいぞいいぞいいぞ、ありがとう、いいぞ、
これがね癖になるんですよ。ああ終わっちゃった。いいぞ。ちょっと角度はあんまり良くなかったけど、45度ちょうどにはなれなかったけど、パワーが100いけたから、よっしゃいいぞ。ブーストかかっていくからの、ここでエリアルを使っていく。一気に時速を上げてスピード距離を稼いでいく。さあいける、お前ならやれ。あっしゃ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 、ブーストありがとうございます。ブーストにブーストを重ねることで一気に距離を稼ぐ、これがいいような気がするので、いいぞ。おっしゃ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 、運がいい。ちょっと次ブーストエリアルかけて、これで一気に最高記録の1500を抜いていこう。これは抜けそうで、あとは運やぞ。頑張れ頑張れ頑張れ、ちょもう一発、女の子来い。なあちゃん、お前じゃないんだよ、野郎はどうでもいいんだよ。女の子、ブースト女の子、ブロック女の子じゃなくてブースト女の子。ナイスー、もう一丁。あーちょもうでかい、野郎はもういいんだ。でも2000超えた。あーおお死に救済は、あ終わっちゃったまあ2000超えたからこれで終わりとするか。というわけで4つほどフラッシュゲームやってみましたが、いかがでしたでしょうか名作フラッシュね、まあ、これも公式化されて確かねスマホアプリかなんかになってたと思うので、まあ、最初のやつぐらいかな。プーさんのホームランダービーとか、まあ、できなくなるフラッシュゲームもあるので、ね、思い出のフラッシュゲームがある方はぜひとも今のうちにやっておきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価などうんだらかんたら、バイバイ。